おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。すっごい高いところあったね。やっぱいいな、ここどこの席も見やすい。もうめっちゃ良くないですか、ここ。全員見やすいですよね。こういうイベントをやっていきたい、ずっと。どんだけファンの方ができても。楽しみ。お願いします。お願いします。ずっとね、昭和歌謡を流してたんですけど、今一人じゃないよモードの時にちょうどカメラが来ました。メイクの時は結構ずっと音楽聴いてらっしゃったんですか？何か流しときたい人です。結構聴くのはやっぱり昭和歌謡。昭和歌謡が多いですね。たまに滑らない話とかラジオとか流したりします。これはさすがにもう歌詞入ってるな。まだ入ってなかったら怖いですね。その今回ラジオをモチーフにしてるんですけど、そのラジオって曲流すじゃないですか、今で。その曲を好きな昭和歌謡とか思い入れのある曲流すと思いきや、自分で生で歌うっていう。聞いてください、牧原紀之さんで、もう恋なんてしないって言って振っといて歌い出すみたいな。俺は国民の孫になります。ドゥ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 、ラレラレラ、ラレラレラ、ラレラレラ。今日あれ持ってきたんだ。おしゃぶり。おしゃぶり。これなんかお腹でしっかりなんか息を、腹式を鍛えるみたいな、教えてもらって共演した方に。思ってる8倍きつい。めっちゃ全力で吐いても息がこんだけしか出ないんで苦しい。でもちゃんとここに力が入るみたいな。本日は伊坂郁美の「ご縁があるなら喋らないと」の公開収録をさせていただきまして、本当にありがとうございます。お願いします。リハーサル始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ご縁で教えて、郁美くん。ドンぐらいで BGM をうっすらかけてほしいです。以上とさせていただきます。本番よろしくお願いします。本番よろしくお願いします。ルーティーンの10分前ぐらいに歯を磨くっていう、これはいつもです。僕の聖地に行ってきます。ご縁パワーでギネスチャレンジ、よーい、スタート。なかなか立たないんですよ。いきます、いきます。坂さんなら行けます。今10秒経ちました。残り10秒です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。これこんな畳むんですか？立たなかったりするだけ。やっぱりですか？はい、え、これほんまにこれでやらないとダメできないですか？らしいですけど、2、3本は立ちました。立ちました。じ
回立ててくださいよ。ここ絶対立たんよ、これ絶対立たん。これ証明してもらおう。これもし立ったら水平ですか。これこれがギネスか。俺は国民の孫になります。ドゥ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 。はい、チーズ。ほんまに嬉しいな、イベント伊坂育美のイベント、ね、こんなにたくさんの方に来ていただいて楽しんでいただいて幸せです。育さん、ありがとう。ご遠慮、ありがとう。保護者会、ありがとう。僕のファンの名称いっぱいあるんですよ。それは全部一緒のくくりなんですか。行く民とご遠慮は一緒で、保護者会は遊び場で好きになった人たち。行く民でもちゃんと言おう。行く民ありがとう。行く民のおかげで頑張れてますって言いたい、ちゃんと。楽屋ルーティンって、自分の中でなんかこれだけは絶対やってるみたいなことあります？本番前にトイレに行って便器磨いて、素敵な公演になりますよね、お願いしますってトイレの神様に言う。会場のトイレ？会場の、各会場のトイレ。もうその舞台にしてもイベントにしても、その会場で1部2部3部始まる前絶対行きます。トイレしたくなくてもトイレ行って。そうなんです。それがルーティーンですね。みんなが座るとこと、その上げた時の便器って結構汚れてるから、そこをきれいにして素敵なイベントになりますように。どうぞ今日はよろしくお願いしますっていつも言ってます。なんで始めたんですか。トイレの神様っていう歌を知ってから絶対いるなと思って。トイレの神様、まあ、トイレだけきれいにしてたらダメなんですけど、他もきれいにしつつ、トイレはやっぱピカピカでありたい。なんかお守りみたいになりますね。心のお守りっていうのがみたいになってます。うまそう。ちょっと3番しっかり食べて、ね、力つけないと。でもあんま本番前って食べないんですよ、僕いつも。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんかちょっと食べて、これぐらい来たなってたまったらもう食べなくて、で終わってから一気にめっちゃ食べるみたいな。なんか眠たくなる。もうなんかおーおーおーってなる。ちょうどいい、脳がちょうど動くところがあるんですよ、容量が。コーヒー豆いけたな。お城巡りや神社、お寺巡りが大好きなんですけど、もう一緒やん。おすすめの場所があったら教えてください。もう奈良に来てください。赤さんどこ出身の方か分からんけど、もう奈良に来てほしい。まず奈良に行ったら南都銀行って言って、磁石の伊坂育美が至る所におるから、まずあれはもう見物。まずあれ見てごえんってしてくれて、でその後やっぱ天川弁財天社っていう、天川さんはね、僕が上京する前にお参りして、東京でうまくいきますようにって言ってお願いしたんですけど、まあ実際ね、それで今お仕事こうやってできて、こうやって皆さんが僕のイベントに来てくださってるっていう幸せなご縁、あれは天下の力が大きいなと思いますわ。自慢してもらえる俳優に推しになるので、皆さんこれからもどうぞ僕の応援をよろしくお願いします。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。無事終えました。ただいまより正解場から。あ、これ。これ？あの、俺の大好きなタピオ。やばいやん。しかもこれなんかすごいね。え、なんか模様が。雪？ショコラなんとかにストロベリーのミルクフォームが。え、何それ？もう日からしかできんやつってこと？え、ありがとう。さすがタピアな。タピオかミルクティー。面白かった、めっちゃ。ほんま？ちょっとサムちょっともう頭がグラグラしてたわ。そう、ま、でもなんかずっと喋ってたし。ほんま？ずっと喋ってた俺。すごいなと思って。もう無意識やわほぼ。
まあ、ありがとう。あと一人じゃないよ、めっちゃよかった。よかった。嬉しいわ。いい曲。ありがとう、ほんま。ちょっと忙しいのにいつも。いい。嬉しい。歌っていう。でででででで。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. 26歳になった伊坂郁美くん。ありがとう。Happy birthday to you. おめでとう。ありがとう。嬉しいのこれ。じゃあ、行くよこっち向きに。いいよ。ありがとう、おめでとう。久しぶりに夫婦したわ。めちゃめちゃでかいね。ありがとう。じゃあ、あの抱負を、ね、あの真面目なね、真面目なやつ、真面目なやつ、これ真面目なやつ、真面目なやつ、いい。いやでももうやっぱり自分の、僕はファンの人を大切にこれからもしたいなって思えるイベントでした、本当に。そして周りにいる、支えてくださってる方々とか、もう日間もこうやって来てくれるって、忙しいのにほんまに嬉しいから、なんか人に優しい人間でこれからもいたいなと、それは常に思って。来たかったけど来れなかったって方もきっといると思うんですけど、絶対にまた会える機会を作れるように26歳も頑張りますので、今はぜひ元気な姿でいてください。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。ちゃんとしたコメントして、素晴らしい。食べましょう。はい、みんなでナイス。ごめん。